桜大戦、前回の続きからプレイしていきましょう。そうだね。昔のゲームはこうだったね。8話で半分っていうか、ディスク入れ替えってことは14話ぐらいあんのかな。ディスクを入れ替えてください。本体のオープンボタンを押すと、マルチプレイヤー画面に進みます。ディスク1とディスク2を入れ替えて、本体の CD スタンドを閉めたら、ゲームを再スタートしてください。はーい。第8話。平和な日々はデートだよ。唐突に始まるんだね。オープニングとか見れないんだ。オープニング一緒か。あれから3ヶ月、大正13年元旦。明けましておめでとうございます。動画上がってんの4月だと思うからね。まあ新年度だからね。ちょっと惜しい。ニアだね。ニアミスだね。大神さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。私も良い年でありますように。はーい、明けましておめでとう、さくらくん。今年もお互い頑張っていい年にしようね。ん？何だい？いえ、何でもありません。どうしたん？昨年中はいろいろとお世話になりました。今年もよろしくお願いします。よろしくね。あら、さくらさん、珍しく礼儀にかなったご挨拶です。こといらんこと言わんでいいぞ。ありがとうございます。今年こそスミレさんのようなレディーになれるよう頑張ります。政治が上手くなったね。あら、あなたずいぶんセンスがおよろしくなったわ。ま、私を見習って社交界にデビューできるよう精進することね。ところが、あら、すごい格好してる。どうかしらこの服、やはりちょっと地味かしら。いや、派手でしょ。どこが地味なんだ。頭のやつは何なんだそれ。なんだこれは。ターバンというか髪飾りというか、ほとんど舞台衣装並みの派手さだな。これはすごい服だな。しかし重くないのかな。重そうだね。本当でしたら京都から特別に取り寄せた西陣織で仕立てた超高級なお振り袖をご披露するはずでしたのに、残念ですわ。なんかジオングみたいだね。はいはい、相変わらずよう似合うてはるで、スミレはん。あら、ずいぶんトゲのある言い方ですこと。大神はん、こっちに降ってくるか。よく似合ってるよ、スミレくん。よく似合ってるよ。せやろ、スミレはん何着てもお似合いや。あら、私の美しさに今さら気がついたんですの。隊長、今年もよろしくお願いします。うん、お願いします。やあマリア、今年もよろしく頼むよ。よろしゅう。よろしゅう頼みます。中国の正月はまだ先やさかい、おめでとうは早いねんけどな。とりあえずおめでとうを言っておくよ。今年もよろしくな。お兄ちゃん、明けましておめでとう。うん、明けましておめでとう。やあアリス、明けましておめでとう。アイリス、今年は11になるよ。うん。もう少しすると結婚できるよね。あと6年ぐらいの話。いやまだ早いよ。まだそう。そうかんだ。明けましておめでとう。今年もよろしくな。体調らしくなったな。そうかな。なんだか嬉しいよ。今年はいい年になるね。
偉そうに。なんだとこの闇女。だからあれか、真逆の位置にいるのかこの二人。声が大きすぎますことよ、デカブツさん。やるかこの腐れ蛇女。おいおい、正月早々やめてくれよ。大神くん、去年はご苦労様でした、うん、今年も頑張って。頑張ります。はい。大神はん、あんた正月からデレデレやんか。ははは。しかし平和と共に迎えるお正月は本当にいいもんだな。平和のままならいいけどね。ふう、おとそを飲みすぎたから少し頭が痛いや。大神将尉、大神将尉、ヨネの社員がお呼びです。試合に進まれ来てください。ヨネの社員が何の用かな、とりあえず行ってみるか。さて行っか。ん、スミレ。いや、スミレくん、どうしたんだい。ねえ大神さん。はい。私初詣に行くの、付き合ってもよろしくてよ。ああ、一緒に行く、いいよ別に。私と二人でここを抜け出して初詣に行きましょうよ。いいよ。うん、いいよ。よし行こう。今は米の支配人に呼び出されてるから、後で部屋に迎えに行くよ。みんなに分からないようにね。嬉しい。そっと抜け出しましょう。スミレさんも好きなんだよな。カンナさん、カンナさんじゃない。マリアさんと一緒に行きたい気持ちもあるけどね。じゃあ部屋で待っててくれ。これ裏切ってマリアさんと行けるのかな。いや、さすがにそれはな。体調的にどうなんだって話だよね。大神、参りました。よう来たか、入れ。は、失礼します。何かご用でしょうか、支配人。よう大神、まあまず一杯どうだ。あー、いただきます。いただきます。やっぱりお正月はお酒ないといけませんよね。そうかな、俺はそうでもないけどな。数の子があれば生きていけるよ。バカ野郎。は、はい。ったく、正月気分で浮かれやがって。地においで乱を忘れず、そういう心構えじゃねえと隊長は務まらねえぞ。すいません、怒られちゃった。ま、そうは言っても正月はのんびりしたいのが人情だしな。どっちにしろ今日はもう仕事はせんでいい。散歩でもしてきやがれ。なんで呼んだんだよじゃあ。は、はい。それでは失礼します。え、なんで呼んだの。え、用事は散歩か。米田支配人なりに気を利かせてくれたのかもしれないな。よし、久しぶりに仕事を忘れてのんびりするか。大神くん、なんで半笑いの。あやめさん、支配人に許可をいただいたので少し外出してこようかなと思ってるんです。いいじゃないの、せっかくのお正月なんだから。うん、思いっきり羽伸ばしてきなさい。はい。は、はい。では失礼します。では失礼します。あの子たちのこと頼んだわよ。了解。しっかりね大神くん。はい。え、あまり女の子を待たせるものじゃないわ。読まれてる、読まれてる。あら、あ、それから大神くん。はい。二頭を追うものは一頭も得ずよ。これは私からの忠告。六頭追いしてないこの子。この子っていうか大神。大神いくつなんだ、二十歳ぐらいだっけ。俺は誰と一緒に初詣に行けばいいんだろう。行けばいいんだろうって。そうさな、どうしよう。どうしよう。どうしよう。なあみんな。どうしよう。
誘ってもらったしな。ていうかなんでスミレなんだろう。スミレ君は部屋にいるかな。大神ですけど、スミレ君いるかい。あれ、服着替えたの。お待たせしました、少尉。じゃあ参りましょう。あれ、さっきの服を着ていかないの。ええ、迷ったんですけど、なんせ人手が多いところでは目立ちますから。少尉とせっかく二人きりなのですから、邪魔されたくないと思って。その服もだいぶ目立つっていうか、正月に肩出しは寒いだろう。もっと着込め。この服でも十分目立つぞ。この服でも十分目立つぞ。あら、それは服のせいではありませんわ。私が目立つのは私の美しさゆえ、仕方ないことですわ。年が明けてもスミレ君は相変わらずだな。じゃあそろそろ行こう。初詣は明治神宮にしよう。一回だけ行ったの、明治神宮。寒そう。本当でしたらうちの使用人に車を回させるのですけれど。いやいいよ別に、のんびり来い。そんな野暮はなしですわね。野暮かい。さあ行きますわよ。うん、行こうか。あら、この方と二人で初詣なんて私初めてですわ。え、そうなのかい。あら、おかしいですか。まあ遊んでる風ではあるっちゃあるよね。ちょっと意外かなと。大神さん、今まで私を一体どんな目で見てたんですの。どんな目だろうね。いや、どんな目と言われても。だってよく貴族院の若い人たちから誘いが来てるじゃないか。あら、だって他の殿方は私と話をしているわけではありませんもの。どういうこと。ああ、神崎重工の令嬢として話してるってことか。あの方たちは神崎財閥の娘と話をしているんです。そうね、そういうもんかな。ま、俺には一生縁のない世界だな。そうかしら。大神さんって意外と清掃しても似合うと思いますわよ。そうだな、スーツとかめっちゃ似合いそうだよね。そうかい。だって大神さんは元少尉殿でしょ。元ダンスくらいは当然踊れるはずですわよね。元ダンスか、すぐには思い出せないな。あら、それなら私がいつでも思い出させて差し上げますわ。軍人ってできるもんなの、ダンス。よくわからん。君の足を踏んで恥をかくのが落ちたよ。それはありえませんわ。私、洋風ダンス免許皆伝の腕前ですもの。でも死ぬほど踏まれてるよね、服。ダンスに免許があるのか知らなかった。では、いつか必ずお誘いしますわ。うん。その時は、よろしいですわね、大神さん。いいよ。わかったよ、スミレ君。あ、こんなんだった気がする。なんていう人の多さ。え、でも少ない方でしょ。庶民は思考パターンがみんな同じで。お前も来とるかな。そういう君だって来てるじゃないか。庶民の心をつかむためには庶民の中に混じるのが一番。私のこの努力分かっていただきたいですわ。理解しがたい。さあ隊長、行きますわよ。どこへ。なんだかんだ言って楽しんでるじゃないか。早くいらっしゃいよ。楽しそうだな。はいはい。
初詣とか全然最近行ってないな。今年行ったっけな。さて、何をお祈りしようかな。すみれくんと仲良くできますように。さあ、参りましょう。行きましょう。すみれくんは何をお祈りしたの？言うと叶わないって言うよね。でも秘密ですわ。屋台が並んでいる。縁日みたいだな。ん？何これ？お、鬼の的当てだ。鬼の的当てあったか、さっき。あんちゃんたちもやってみんか。はあ、やってみようか。子供の遊びですわね。おっと、兄ちゃんのような大人は鬼の的当てはお断りだよ。簡単すぎるからな。どうだい、奥にある射的で遊んでみねえか。おお、射的やろうか。よし、やろう。せっかくの初詣だし、少し遊んでいくか。マイロリー、それじゃ射的の屋台に案内するぜ。ようこそ射的場へ。段数に制限はありません。ないのかよ。たくさんの鬼を倒してください。はやっ。まちあ、あ、めっちゃ連打できる。連打の鬼だ。おらおら。あ、結構これ外してる分が点数に加味されてないといいけど。ちょ結構判定甘いぞこれ。めっちゃ甘いぞこれ。チクリステージだ。な、おい、おい、な、めっちゃ甘いだろこれ。見てても多分わかると思うんだけど。あ、くそ。ちょ。やばい。結構逃してるな。連打がしんどい。なあ。この辺か。上を重点的にやった方がいいのかな。ちょっと待って。右とか無理だって。やばい。これ結構難しいぞ。難しいっていうか、これ完璧にできる人とかいんのかな。ゴルゴ的な感じかい。いつ終わるんだ。終わりか。はい、おめでとうさん。これが景品や。彼女にプレゼントしてやんな。何？あーら、かわいい。じゃあ、すみれくん、これ受け取ってくれるかな。あら、可愛らしい。大切いたしますわ、少尉。照れるな。結構楽しかったな、さっきの。屋台が並んでいる。絵にしびれだな。またそれかい。あ、これか。これがさっきのやつか。じゃあ他ないんじゃない？いっか。どうした？嫌ですわ、隊長。何？こんな人気のないところに私を連れてきて。あのな、すみれくんが引っ張ってきたんだろ。照れなくてもよろしいじゃありませんか。どうせ誰もいませんわ。誰もいないからって何もしないだろう、すみれくん。あら隊長にすみれさん。あら、あ、かわいい。桜さんってイントネーションが。いや、さくらくん、奇遇だね。本当に大神さんはみんなと初詣ですか？
みんなと、みんなと、えっと、みんなとは？え？さくら、奇遇だね。皆さん、どうしてここへ？どうしてって、お正月に初詣に来るのは常識やないの。みんなで初詣するんだもん。マリア、君まで。マリアさんも来てんのか。ごめんなさい、みんなを止めるつもりだったんだけど。一緒に来ちゃったと。そうね、やっぱり花組全員集合の初詣ですね。桜の着物かわいいな、ふわふわしてんな。そうそう、みんなで楽しくパーッとね。ああ、せっかくすみれくんと二人きりだったのに。それはそれでいいと思うけどな。どうした？どうしたマリア？この気配は。気配？誰だ？なんだこの声は。この声は。サタンか。あそこです。どうやって登ったんそこ。降りてき。また会えましたね。びっくりした、ねじり鉢巻きしてんのかと思った。帝国歌劇団の諸君。貴様は。我が名は青いサタン。クロノスカイめ、まだ生き残っていたのか。クロノスカイ新メンバー増えてるやん。バカバカしい。天界ごときではあの程度が限界さ。所詮徳川に飼われていた坊主。何？だがこの青いサタンは違うぞ。容赦などせぬ。貴様みたいに女にうつつを抜かしてるようなくだらん男に私を止めることは無理だ。クソ、グーの根も出ん。なんだと？この帝都を根こそぎ破壊し、人間どもを恐怖のどん底へ突き落としてやる。貴様の目的は何だ？目的？何がおかしい？俺は人間どもが幸せな顔をしているのが嫌いなのさ。お前は人間じゃないのかな。苦しみ、恐怖して泣き叫ぶ姿が俺にはたまらなく嬉しいんだ。そういう性癖をさ、ぶちまけられても困るんだけどね、こっちは。そんなこと絶対許さない。俺はお前たちが愛する人や物のすべてをぶち壊してやる。何？来たれ、帝都の仮装に息づく抑圧されし魔の者よ。ん？ピンとこない言いましたな。我こそは魔の解放者なり。魔の解放者？コーマー！ああ、やっと出てくるんだ、ここで。ビジュアルがやばいもんな、これ。あ、ちっちゃ。これは。人号返さないのか。ここでなんとかなるのかんなぐらいじゃない。
あとあれか、アイズも超能力で何とかできるか。なんとか間に合ったようで。マジで？さすがだぜ、あやめさん。小芸丸。あやめさん。小芸丸や。助かったね。よーし、めったくそにしたるぜ。よし、みんな行くぞ。敵を後部で迎え撃つ。初めてあれだね、機械対機械じゃなくなるんだね。楽しそうだなこれ。じゃあここで一旦切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。